この日本の大地をかつて6000台もの蒸気機関車が高らかな鼓動を轟かせて走っていた。黒光りした体、精悍な顔、たくましい足、力強い足音は大地を揺さぶり、雄たけびは野山にこだました。惜しく駆ける姿はまるで生き物のようであった。人々は彼を黒金の馬と呼んだ。果てしない原野を渡る風が花の香りを乗せて今短い夏の訪れを知らせる北海道。そこは100年という長い年月、日本の隅々まで文明と生活を運び続けてきた蒸気機関車が最後まで走った大地である。蒸気機関車の引く汽車は人々の憧れを運び、思い出を乗せ、ふるさとの山河を駆け巡った。汽車は人々の生活と共にあった。だが蒸気機関車は手の焼ける甘えん坊であった。たくましく力持ちではあったが、息が切れると水を飲み、走りながら山のような石炭をむさぼり食い、ところ構わず黒い煙をまき散らした。その勇姿は人々を魅了したが、21世紀目指してたゆみなく前進する現代では、次第に時代遅れの能率の悪い機械となっていった。新しい時代の鉄道、新幹線、時速210キロのスピードと自動化された設備は、戦後20年日本の鉄道技術の集大成によって生み出された。地上をかける航空機ともいうべき近代科学の粋である。時代の進歩は鉄道の近代化を厳しく要求し、蒸気機関車が生き残ることを許さなかった。黒金の馬はこうして郷愁の彼方へと去っていった。明治5年1872年、新橋横浜間に日本で初めて鉄道が開通。煙を吐いて早手のように走る鉄の馬を当時の人は岡蒸気と呼んだ。岡蒸気、汽車は文明開化のシンボルであり、鉄道は産業経済の発展に欠くことのできない大切な交通機関として各地に伸びていった。開業当時の機関車は皆イギリス製であった。明治13年、開発の急がれていた北海道では石炭輸送のため早くも鉄道が敷かれた。アメリカの西部開拓に倣って鉄道もアメリカ式で建設された。九州の鉄道は少し遅れて明治22年に開通。初めはドイツ製の機関車が活躍した。
その生き残り、クラウスの愛称で呼ばれるこの古い機関車は、1世紀近い昔の明治の蒸気機関車の面影を今に伝える貴重な存在である。蒸気機関車の基地、機関区。それは黒金の馬たちが住んだ煙くすぶるねぐらであった。蒸気機関車はおよそ150年前に発明され、鉄道の主導力として1世紀以上も働き続けてきた。その構造と動く仕組みを貨物用大型機関車 D51 型で見ることにしよう。水を温めて蒸気を作り、蒸気の力で車輪を回転させて走るのが蒸気機関車の原理である。ボイラーの後方には加湿があり、ここで石炭を燃やして千数百度の高温の炎を発生させる。蒸気機関車は蒸気を発生させるボイラー部、シリンダー、走行部、運転室からできている。蒸気の圧力を動力に変える働きをするピストン、その力を受けて回るのが動輪。テンダー機関車では本体の後ろに単水車を連結している。加湿の炎はボイラー内部に100本から200本も通っている細いチューブを通る間に周囲の水を温め、煙突から放出される。ボイラーの水は沸騰して1平方センチあたり十数キログラムの高圧蒸気となり、ボイラーの上の蒸気溜めに集められる。運転室で機関士が大きな加減弁ハンドルを手前に引くと、その動きはテコ装置で蒸気溜めにあるバルブを開き、この中の蒸気はボイラー内部の大煙管の中を通って、さらに加熱された後シリンダーに入ってピストンを押す。ピストンの前後動はシュレン棒で手動輪に伝えられて回転運動となり、連結棒でつながった前後の動輪も同時に回転して機関車は力強く動き出す。機関士のすぐ前には逆転機ハンドルがある。機関車の前進後進を切り替える装置だが、シリンダーに入る蒸気の量をデリケートに調節することにより加速をスムーズにすると同時に蒸気の使用を節約する大切な働きも持っている。蒸気機関車は人間が作った最も生き物に似た機械であったと言われる。手作りの原始的な構造で、無理が利く代わりエネルギーの損失が大きく、石炭の持つエネルギーのわずか数パーセントしか役に立たない。
機関車としての効率は電気車両が約 30%、 ディーゼル車両が20数%であるのに比べて格段に劣り、能率が悪く不経済な動力であった。それが蒸気機関車が時代についていけなくなった最大の理由である。加速が十分についたり、峠を上り詰めて下り坂にかかると、機関士は加減弁ハンドルを戻して蒸気を切り、機関車は打力で走り続ける。下り坂でスピードを抑える時や列車を止める場合は、自動制動弁を操作して圧搾空気の力で列車全体に強いブレーキをかける。蒸気機関車は絶えず蒸気を消費して走る。その動力源である水を補給するのも大切な仕事だ。注水器は水に蒸気を混ぜて直接ボイラーに送り込む装置である。大型の機関車は注水器の他にボイラーの横に給水ポンプを備えている。淡水車の水は給水ポンプで円筒形をした給水温め器に送られ、あらかじめ温められてからボイラーに送り込まれる。給水温め器を煙突の前に取り付けた D51 型と後ろに取り付けた9600型。重い列車を引っ張る時や急な上り坂では動輪がスリップしやすい。ボイラーの上には砂箱があり、機関士のハンドル操作でレールに砂が吹き出して空転を防ぐ。ボイラーの上のドームと呼ばれるコブ、例えば古い9600型にはドームが2つあり、前が蒸気溜め、後ろが砂箱。初期の D51 型ではカバーがあるため見えないが、煙突の次に給水温め器、砂箱、蒸気溜めの順で並んでいる。機関車先端の左右の屏風は煙よけ、風を上に吹き上げて運転室に煙が入るのを防ぐ。 D51 型の一部にはギースルエジェクター式煙突が使われた。オーストリアで発明された特殊な装置で、燃料が少なくて済み経済的なのが特徴。しかし蒸気機関車そのものの効率の悪さを救うことはついにできなかった。輸送量の少ないローカル支線用には水と石炭を機関車本体に積んだ小型のタンク機関車が使われた。長い距離を走ることはできないが、終点でも向きを変えることなくすぐにバックで走ることができ、機動性のあるのが特色。機動車が普及するまで全国の支線で活躍していた。タンク機関車の変わり種、戦争中工場の入れ替え用に作られた超ミニ機関車 B20 型、 D51 型と並ぶとまるで大人と子供である。国鉄だけでなく、全国各地の私鉄や炭鉱工場の専用鉄道、さらに森林鉄道などでも蒸気機関車は広く使われた。しかしこれらの蒸気機関車は第二次大戦後、次々と路線が廃止されたりディーゼル化されて、国鉄の蒸気機関車よりも早く姿を消してしまった。蒸気機関車のスピードを上げるには動輪を大きくする必要がある。
日本の鉄道では直径1メートル75センチの動輪が急行旅客列車用の標準とされ、動輪三軸、つまり C 型が幹線の旅客列車に活躍した。必要の機関車は強い力が要求されるため、動輪直径を小さくして数を増やし、スピードを犠牲にして牽引力を大きくしている。 D51 型に代表される日本の貨物用大型機関車は直径1メートル40センチの動輪4軸を備え、重量貨物列車の牽引や勾配のきつい山岳路線で威力を発揮した。特別に重い列車を引っ張る時や急な上り坂では、1台の機関車では力が足りないことがある。機関車を2台つなげば2倍、3台では3倍の力が発揮できる。2台の機関車ががっちりと手をつないだ10連、3台が力を合わせた30連は、蒸気機関車の力強さのシンボルとして、すさまじい迫力が見る者を圧倒した。水槽いっぱいに水を入れても、蒸気機関車の走れる距離はせいぜい100キロメートル。蒸気機関車時代は各地に基地の役目をする機関区があり、およそ100キロ走るごとに機関車を取り替えていた。また折り返し点では向きを変える必要もある。手がかかり稼働能率が悪いことも蒸気機関車が廃止される大きな原因になった。日本に鉄道が開業し、各地に線路が伸びていった明治時代、ほとんどの機関車が欧米先進国から輸入されていた。小型中型の原始的な飽和蒸気式であったが、輸送量が増えるにつれて次第に大型になり、性能も改善されていった。明治の末、動力部分が2組あるマレー式が出現したが、構造が複雑であまり活躍することなく終わった。明治39年、全国の大きな私鉄が国有鉄道に統合されて、日本の鉄道の骨組みが出来上がり、鉄道は産業生活の大動脈として重要さをさらに増した。そして大正時代に入ると、幹線の新しい標準機関車として日本人技術者の手で加熱蒸気式の性能の良い本格的国産機関車が次々と誕生。日本の機関車製造技術は世界水準に近づいていった。20世紀前半、鉄道は重要な交通機関として世界各国で急速な発展を見せ、蒸気機関車は鉄道の主力の地位を着実に固めていった。1920年代から30年代にかけて、高速強力な新しい大型機関車が各国で次々と登場。狭軌鉄道の日本でも標準ゲージの世界水準に達した高性能機関車が出現した。
スピードアップも目覚ましく、昭和5年超特急ツバメが誕生。東京神戸間を下りは9時間、上りは8時間55分で突っ走った。時速 67.5キロ、当時としては驚異的なスピードである。だが一方、昭和の初めは世界的な経済不況であった。輸送量の少ないローカル支線用として、機動性に富み経済的な新しい小型機関車が相次いで登場した。その頃、日本はアジア大陸へ進出して満州国を建設。南満州鉄道満鉄が生まれた。そのシンボル、超特急アジア号、日本人の手で作られた標準ゲージの高性能機関車が時速130キロで大陸の荒野を爆進した。昭和10年代、機関車設計技術の進歩と重工業の発達により、大型機関車の改良は目覚ましかった。近代的な設計を取り入れた急行用機関車 C55 型の一部は、当時流行の流線型スタイルで登場、人々の注目を集めた。日本の蒸気機関車を代表する D51 型もこの時期に生まれ、全国の幹線で大活躍。デコイチの愛称で親しまれた。また C55 型を改良したC57 型は各地で急行列車の先頭に立ち、火の打ちどころのない優れた性能から完成された蒸気機関車と称えられた。D51 型、C57 型が誕生した太平洋戦争が始まる直前の1930年代後半は蒸気機関車の黄金時代であった。欧米先進国に半世紀近く遅れてスタートした日本の鉄道も、たゆみない研究と努力を積み重ねて戦前の最盛期を迎え、近代型蒸気機関車が全国各地で華々しい働きをしていた。性能を十二分に発揮させるべく、乗務員の厳しい訓練が日夜続けられた。輸送の第一線に立つ蒸気機関車は心を込めて整備され、鋼鉄の巨体は美しく光り輝いていた。それはまさに走るために生まれたたくましい黒金の馬の姿であった。蒸気機関車の黄金時代はしかし長くは続かなかった。戦争が始まり、鉄道は戦時色一色に塗りつぶされていった。重量貨物列車用に強力な D52 型マンモス機関車が設計されたが、必要な銅や鉄が足りないため、強度を犠牲にして木やコンクリートを使った粗末な戦時型として誕生した。戦争に必要な物資を満載した列車を引いて、疲れた体に鞭打ち、蒸気機関車は昼も夜も休みなく2畳の鉄路をひた走った。そして飢えと虚脱と無残な焼け跡を残して、敗北のうちに戦争は終わった。だが鉄道は日本を再建する原動力として、一日の休みもなく走り続けていた。この時国鉄には6000両もの蒸気機関車があったが、戦争中の無理な使用と繊細で満足に走れるものは少なかった。産業施設が荒廃し、資材も少ない時代に旅客列車用の大型機関車を大量生産するため、貨物用の D51 型 D52 型のボイラーなどを転用し、 C57 型 C59 型クラスの装甲部を申請して、これを組み合わせた新しい旅客用大型機関車 C61 型と C62 型が誕生した。重量の一部を負担させるため、
蹂躙を二軸にしたのが特色である。 C61 型と C62 型は力とスピードを兼ね備え、戦後の代表的な急行用機関車となった。やがて荒廃した鉄道の再建が進み、特急ツバメ、ハトが走り出すと、 C62 型は日本の蒸気機関車の王者としてその先頭に立ち、東海道、山陽本線など主要幹線を爆進した。そして昭和29年には蒸気鉄道蒸気機関車の世界最高スピード記録、時速129キロという輝かしい足跡を残している。戦時型のため性能の悪かった D52 型は戦後新しいボイラーに取り替えるなど改良が加えられ、名実ともに日本最強の貨物用機関車に生まれ変わった。幹線の電化は進みつつあったが、蒸気機関車の時代はまだ終わっていなかった。昭和20年代後半から30年代にかけての約10年間は戦後の蒸気機関車の黄金時代であった。しかし蒸気機関車の運命はすでに決まっていた。戦後日本の鉄道は電化ディーゼル化による近代化を推し進める構想のもとに、蒸気機関車の申請を昭和24年で打ち切った。昭和35年に始まった国鉄の動力近代化は着々と進み、15年の歳月をかけて予定通り完了した。世界に誇る大偉業である。そして蒸気機関車は日本の全土から姿を消した。京都にある梅小路蒸気機関車館、日本の鉄路から蒸気機関車が消えた後もその生きた姿を見ることができるように、大正から昭和にかけて活躍した16形式17台の国産機関車がいつでも動かせる状態で大切に保存されている。蒸気機関車の時代は去り、黒金の馬は消えていったが、大地を駆ける力強い姿と一世紀にわたる功績は私たちの心にいつまでも生き続けることであろう。雪に閉ざされた北海道の冬、オホーツク海に近い遠軽の機関区は最後まで蒸気機関車が働き続けた数少ない部隊の一つである。ここ遠軽は旭川と網走を結ぶ北海道の動脈石北本線の機関車基地。北見との間にそば立つ険しい分水嶺縄文峠を越える D51 デコイチの職場であった。
ベテランデコイチはこの機関区をねぐらにして零下二十数度極寒の縄文峠に挑み続けた。千分の二十五という急な長い坂を重い貨物列車を引いて登ることは力自慢のデコイチでも容易ではない。大正生まれの同友9600型が重い貨車の後ろにがっちりとつく。との長い戦いが始まった。麓の生田原から峠の縄文信号場までおよそ10キロ、千分の二十五、千メートルの水平距離に対して二十五メートルを登る険しい坂道の連続。急坂に挑む蒸気機関車の力強い姿の陰には炎の男たちの想像を絶する苦しい働きが秘められていた。雪に漏れた陶芸の坂道は険しく長い。力持ちだが動輪の小さな9600型は息せき切って先頭のデコイチに歩調を合わせ500トンの列車を押して懸命に頑張る。重い列車を引いて雪の急坂を登るときはスリップしやすい。車輪が空転して坂道の途中で止まると二度と進むことはできなくなる。機関士は細心の注意と長年の勘で線路に砂をまいて滑るのを防ぎながら一歩一歩坂を登り詰めていく。Thank you.
目指す峠はもうすぐだ。春、夏、秋、冬、日本の四季をひたすら走り続けた蒸気機関車。その一生は煙と油にまみれた果てしなき旅路であった。
100年を走り続けた蒸気機関車の旅路には思い出も多い。お召し列車の先頭に立った栄光の日も。美しく化粧され磨き上げられた蒸気機関車は花道を行く千両役者のように颯爽としていた。12月22日、北九州でさよなら SL 列車を引く9600型と山陽新幹線の試運転電車が一瞬並んだ。消えゆくものと未来へ生きるものとの世紀の顔合わせであった。蒸気機関車が姿を消していくと、その功績をたたえ引退を惜しんで全国各地で記念列車が運転された。昭和50年春、九州から蒸気機関車の煙が消え、3月23日 C57 型 C55 型10連のお別れ列車が南九州の緑深い日向路を走った。昭和50年12月14日、蒸気機関車の引く旅客列車が走る最後の日がついに訪れた。岩見沢行き旅客225列車は沿線をうずめた2万余の人たちの愛席の瞳に見守られて帰らざる旅路をひた走った。日本の鉄道103年の歴史を彩った蒸気機関車を代表して雪の花道を駆ける C57、 走ることのために生まれ生きた黒金の馬は命絶える最後の日まで立派に走り続けたのである。
寺の峠道に挑み、凍てついた大地を蹴り、蒸気機関車は一世紀を走り続けた。戦うことの厳しさを、耐えることの苦しさを、勝つことの喜びを、私たちの心の奥深く刻みつけて、黒金の馬蒸気機関車は栄光に輝いたその命を永遠に閉じていった。